はい。皆さん、こんにちは。今日は、先日から発信しています、音楽フリーランス成功秘訣シリーズというのをやっています。それの、今日は第2弾です。商用音楽のプロは、視聴者視線も考えるというテーマでお話をします。前回、第1回目では、客は徹底的に初心者という話題をしました。 オーディエンスや生徒さんは必ずピラミッド型を構成します。つまり、初心者が多く上級者というのはごくわずかです。この状況から以下の2点を学びました。1つ目は、視聴者や生徒さんというのは初心者ということに向けて発信をすること。これ重要です。 そしてもう一つは自分の能力が開発途上であっても初心者向けコンテンツというのは受け入れられるということです。前回ではギターの F の押さえ方とかそういう簡単なお話をしました。そういうことであれば少しギターを触っててそこをあなたがもし 克服をしているということであれば、いろんなやり方で自分が苦労したお話なんかはできるはずです。ええー、でもそんな YouTube なんてもうたくさん上がってるよと思うんですけれども、でもそれは新しいギターを習いたいという人も日々増えてきているわけでして、そして YouTube の仕組み上 新しい動画がなるべく優先的にインプレッション、いわゆる表示されるという仕組みになっていますので、同じ動画があったとしても、新しい動画というのは注目されやすい傾向にありますので、全くそういうこと、思うことはないということです。ですから、作品発表だけでなく、自分を PR するには、 役に立つハウツーを YouTube などで発信すると良いということを学びました。詳しい内容はパート01の動画も参考にしてください。では本題に入っていきます。今日の話題は冒頭にも言いましたように、商用音楽のプロは視聴者視線も考えるというテーマです。当たり前の話なんですが、 音楽のプロというのは成果が出ないと継続ができません。アマチュアミュージシャンの多くは自分のアイデンティティを発信するというアーティスト精神に基づいて自分が発信したいものを作品にするということが多いですよね。これはとても重要なことなんですがどんなに素晴らしいコンセプトであなたの 心の内もしくは日々思っているような内容を歌にしたとしても、聞いてくれる人がゼロもしくはごく少数では、コンセプトもアイデンティティも意味を持ちません。まずは聞いてもらうことが重要なんです。例えば、自分の友達二人しかライブを聞きに来ない というような状況ってよくありますよね。それであれば、スタジオでも借りて、友達二人に存分に時間も取って聞かせてあげた方が、その二人の友達は喜ぶでしょう。前回の動画では、ネットでの集客ということにも触れました。自分が一生懸命工夫した作品を発表しても、 ほとんど聞かれないのは東電です。お客さんが聞きたい作品か、これを完全に無視して作っているわけです。自分の作りたい曲を作っているからです。プロの制作現場では多くの場合、作る前のディスカッションを重要視します。プロデューサー、プロモーター、そしてその曲には依頼者が あるかもわかりません。CM などの場合です。アマチュア制作の現場では、いないような役割のスタッフの方がたくさんいます。その人たちの使命は、いい音楽を作ることと同じぐらい売れるか。これが重要です。その方たちだけでなく、大勢のスタッフの生活までもがかかっているからです。そうなってくると、 曲を作る前にリサーチが重要です。どんなテーマが今流行っているのか、この路線でヒットするのか、アーティストの好きなものが受けるとは限りません。アーティストにはそこで葛藤が生まれます。ただし、良いか悪いかの話ではなく、ビジネスである限りヒットするかというのはとても重要なことです。もちろん、 ある程度まではどんな曲であろうともプロモーションでヒットに近づけることは可能ですよね。しかし大ヒットとなるとこれは市場が判断します。話は少しそれましたがアマチュアミュージシャンであっても全くの趣味ならどうでもいいことですが副業を目指すビジネス音楽では 聴いてもらってこそ成立ができます。お金は関係なくても、聴いてもらうことでモチベーションが上がり続けることができます。ならば、前回の集客の話も大事ですが、まず自分の制作する音楽を聴いてもらうのには、これから言うお話の3つに絞られるんではないでしょうか。 一つ目は聴きたい音楽を作るということです。視聴者が今どんな音楽が聴きたいのか、ジャンルも含めてですね、そういうものを作っていくということです。次、二つ目ですが、トレンドに即した楽曲を作るということです。トレンドというのは一口に言えば流行りということもありますが、それだけではありません。 クリスマスのシーズンになったら、やはりクリスマスの歌。これはとってもトレンドに入ってきます。そういうことで、年中行事の中にはイベントというものがあるので、そういうトレンドに即した楽曲を作ることも一つになります。三つ目ですが、それでも自分が好きな音楽を作りたいというのであれば、関心が薄い、 ものであっても集客できるキャッチーなタイトルやサムネイルを研究し尽くして必ずヒットさせることです。世の中の成功は音楽だけでなく求められるものでないとビジネスって成功しませんよね。これは当然のことです。音楽だけが例外ということではありません。しかし自分のアイデンティティも 折りまぜながらトレンドを追うということは可能です。これは対局にあるだけではなくって融合することもできなくはありません。それよりもそもそもそんなことも考えず自己満足の音楽制作をしている方がものすごく多いです。でもよくよく聞いてみるとできたら副業にしたいという人は必ずいます。 日本では有名なスリープフリークスさんが遺伝にアンケート集計をしたことがあります。もしできるならば副業にしたいと言った DTM をやっている人は60%以上いてたというような記憶があります。今、僕の方では素の AI を使ったクリエイターさん、いわゆる AI 作曲ですよね。その 発信のお手伝いをしています。AI Music Creators Japan というグループを作って日々発信をしています。2、3ヶ月で約250曲ぐらいの曲をアップロードさせていただきました。また、これに関心のある方は概要欄にも貼っていますので、良ければ参加をしてください。その人たちも はじめはそんなこと多くは望んでいない。今よりちょっとでも聞いてもらえる、見てもらえる、それならいいということで皆さん参加をしてくれるんですが、たまに視聴回数がプチバズりすることがあります。今までは10、20、30というような閲覧しかなかったものが数千というようなプチバズりをしてくれるときが たまにあるんですね。そうしたら、やっぱり増えたらモチベーション上がりますね、と笑って言われます。これは多分正直な気持ちです。音楽制作の発案、いわゆるアイデア出しの時に、どんな曲なら聴きたいだろうそう考えてみてください。今ならチャット GPT などの AI に聞けば最新のトレンドや 流行りそうな歌、いくらでも教えてくれます。ですから、自分の好みプラストレンド、こんな形で聞いてみるといいでしょう。これから、もし副業ということを頭の隅にでも考えているなら、やはり AI との協業も、これからの副業には大事なことです。音楽を作る限り、 なるべく聴いてもらう。そしてそれが副業やプロなら必ずたくさんの人に関心を持ってもらってそして自分の視線だけじゃなくって視聴者が何を望んでいるかこれをしっかり把握して音楽制作をやっていきましょう。そんなお話をさせていただきました。また次回第3回目も ありますので、皆さん、また次の機会に会いましょう。それでは、またねー。